さあ今回はさあ、この漢字です。何、うん、て読みますか。いや、これは、看護の語ですね。そうですね、保護者の保護、語ですね、保護者、はい、介護、看護、こういう熟語で使われます。なるほどなるほど、はい、これの意味、ごんべんです。ごんべん、はい、言葉です。言葉で、ね、分かりますよね、はい、言葉で、草冠にこれ古鳥、小さな小鳥を、おーおー、古鳥、これが重要、うん、これみんなね、股って言ってるけど足の股じゃないんですよ。これはね、手のことなんですよ。手なんだ、はい、鳥なんだね、これね。小さな小鳥を手で包んで自分に引き寄せて、うんうん、優しい言葉で守ってあげるっていう、守るだもんね。そうなんです。だから保護者、うん、ね、介護者、看護師、言葉が大切だっていうことなんですよ。なるほど、言葉で守ってやれと。優しい言葉でね。なるほどね。